皆さんこんにちは、マダルクルビーシです。では今回は提督の決断法バブキット PC マンドイツ軍潜水艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。使えるものを潜水艦に絞って攻略するという鬼畜難易度で進めていますが、前回ですね苦労の末に北海を攻略することができました。今回はですねイギリス軍の本拠地ドーバー海峡、これの攻略に着手していきたいと思います。ドーバー海峡、敵の戦力入っていない状況を確認してるんですけども、一方で味方の方もですね攻略する揚陸艦をだいぶ北海で失ってしまって、戦力を増強する必要がありますのでターンを送ります。この間に日本に対しては鉄の支援を行っています。あと新型艦としてですね新しく設計進めているものがあるのでご紹介だけしておきましょう。それがこちらの攻撃潜水艦ということで、3連装2機の魚雷を積んだものになります。性能的には20ノット出るものになっていて、これはですね揚陸艦の航行速度に合わせました。揚陸艦にね随伴する形で、進んでいくっていうことを前提にしたものですね。では今回はドーバー海峡に進行を行っていきたいと思います。それに先立って作るものなんですけども、これはですねもう揚陸艦が圧倒的に足りないことが分かったので、とにかく揚陸艦をね、数揃えていきたいと思います。まあ、どうしても敵の基地攻略する上でですね爆撃にさらされたりするというのが避けられないことにはなってきますので、揚陸艦は攻略のたびに数が減るものだともう割り切りましょう。その代わり潜水艦をね失わないようにうまく運用をしていきたいと思っています。そのため開発行為は後回しにして揚陸艦の生産を優先します。では今回投入する艦隊をね、整えていきましょう。ドーバー海峡には第1、第5、第6と潜水艦隊を投入していきます。敵の動きが活発であればね、ここでその動きを封じていこうという作戦です。さあ敵の艦隊発見してますね。確認していきます。大型艦が見えますね。この大型艦をまずは確実に仕留めていくのと、前衛にいると思われる敵の駆逐艦ですね、これも厄介極まりないので仕留めていきましょう。駆逐艦は潜水艦にとって天敵になりますので、その天敵をね、なるはやで倒しておきたいと思います。敵が団子になってくれてるので、この団子になってるところに、もうバン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 打ち込んでいくっていうのがね良さそうですね。魚雷を敵が団子になっているまさにここに集中砲火していきます。それとも序盤ということもあるので、狙うのはね一応当たりをつけて駆逐艦に当たりをつけていきましょう。お話した通り駆逐艦はね潜水艦にとって、天敵になりますので、この天敵たる駆逐艦をね最初に仕留めて、のんびり大型艦を倒していくっていうね、ちょっとそういう運用を考えます。いやこれリスク的な殲滅戦になってますね。こうやって敵の大型艦だけになると本当に狩りやすいですね。では今見えている敵の艦隊を先に倒していきます。でまだまだいると思いますので、残っている敵の艦隊もね、順次探索の上倒していきましょう。あとは逃亡していく艦隊を追っていく部隊も用意します。さあ敵の新手を確認してます。これは駆逐艦だと思うので、この駆逐艦はね、できるだけ早く倒します。さあ再び敵の大型艦が集中しているところがあるので、ここに横っ腹から打ち込んでいきたいんですが、下に見えてるのがちょっと敵のね、駆逐艦のように見えますので、一斉転打してちょっと敵の駆逐艦にも魚雷を当てていきます。さあ一方的な展開になってますが、残りもねしっかり潰しておきます。はい、戦果確認しておきましょう。イギリス軍の第1、第11艦隊はほぼ壊滅ですね。第10艦隊も駆逐艦が4隻ほど残ってますが、壊滅させたと言っていいと思います。まずまず、
の滑り出しだったのかなというところですね。では波状攻撃仕掛けていきましょう。前回でだいぶイギリス軍の艦隊潰したので、今回敵は戦艦ネルソン、ラミリーズ、レナウンというのがありますけども、すべて大型艦ですね。あとは軽空母と重巡という編成になっていますので、ここをうまくですね、かいくぐって、3つある敵の飛行場のうち、1つは取りたいかなと思うので、揚陸艦部隊、これ、9隻入ってるんですけども、これを思い切って投入しましょう。まあ、最低でも敵の飛行場を1つ破壊するというね、その任務を帯びてもらいたいと思います。援助などは同じく鉄を援助しています。まあ、雨がいつ降るかっていうのがむちゃくちゃ重要になってくるんで、夜と雨とそのタイミングを見てですね、いつ陸戦隊を送り込むかっていうのを試案していきたいと思います。揚陸艦部隊に関しては一旦洋上待機を決め込みましょう。で、敵の艦隊発見してますね。この敵の艦隊は潜水艦部隊に任せます。大型艦ばっかりになっているはずなので、まあ、味方がですね、被害を受けることはないかなと思います。逆に揚陸艦は敵の大型艦の攻撃を食らうとひとたまりもないので、揚陸艦に関してはですね、しっかり敵、この艦隊を倒すのを確認してからですね、投入していきたいと思います。右往左往する敵の戦艦、それに空母に対してね、魚雷を一方的に当てていくのは気持ちいいんですけど、この後揚陸艦部隊がね、敵の飛行場を攻撃するのがしんどいんですよね。ではこのまま時間を進めていきます。まあ、敵の艦隊に関しては味方は絶対にダメージを受けることがないので、あとは夜、雨、そのタイミングを見て陸戦隊を送り込んでいきます。本当に提督の決断はね、新作出してほしいなと僕は心待ちに思ってるんですけど、なかなかね、世界的な情勢を考えると難しいんですかね。今こそね、本当に提督の決断を出してくれるといいかなと思うんですけどね。まあ、光栄の発表では皆さんにね、やっとかと思ってもらえるタイトルが今年は目白押しですと言っているんで、個人的には太鼓折り試練、6とかね、提督の決断5とか、そういうタイトルが発表されたりするともう歓喜なんですけどね。期待して待ちたいですね。さあ、敵のすべての水上部隊を撃破しました。この後は敵の飛行場の破壊に向かいます。揚陸艦9隻あるんですけども、この9隻の揚陸艦を使ってまず敵の飛行場1つ目を確実に破壊して、次のターンで2つの飛行場の破壊を狙います。さあ、すべての陸戦隊を出しましたので、揚陸艦部隊はここから急ぎ撤退していきます。できればここノーダメージでね、揚陸艦逃がしたいので、まあ、すでにちょっと中破しているものが一隻ありますけども、まあ、撃沈だけは絶対にされたくないですよね。次のターンで敵の飛行場を2つ破壊してこのドーバー海峡を取ってしまおうという作戦になってますので、うまくですね、揚陸艦温存できたらいいかなというふうに思います。さあ、では夜のうちに揚陸艦は撤退させます。揚陸艦1隻残念ながら喪失してしまいましたが、それ以外の損失はなしというね、大戦果になります。敵は戦艦3隻、空母4隻、従順4隻すべて撃沈しています。敵の飛行場も1つ撃沈済みです。次のターンでできれば飛行場2つ破壊目指します。建造するのは揚陸艦ですね。潜水艦はある程度ストックがある状態になりましたので、今は消耗品になっているこの潜水艦ではない揚陸艦の方を数揃えていきましょう。スパイ活動ですが、ジブラルタル海峡の方にも送り込みます。
では波状攻撃なので再びドーバー海峡部隊を送っていきましょう。敵の戦力ですが第13艦隊ですね。これは軽巡と駆逐艦からなる艦隊になっているようなので、潜水艦しかいない我々にとっては逆に脅威になる部隊だと思いますので、しっかりですね敵の動き見極めながら攻略戦進めていければいいかなと思います。まずは敵の駆逐艦を発見して逆に駆逐するっていうね、そこからですかね。その間揚陸艦は洋上待機にします。今回揚陸艦全部で12隻用意しましたので、12個の陸戦隊というのが投入できます。なので残っている2つの飛行場に対して66と、割り振っていきたいと思いますので、6個の陸戦隊を全部無事に上陸させることができればね、攻略は十分に可能だと思いますので、この陸戦隊をいかに守りきるかというのにねちょっと焦点を当てていきたいと思います。さあ敵の艦隊発見しています。駆逐艦これを、いかに効率よくね潜水艦がダメージを受けずに攻略できるかというのがこのドーバー海峡攻略の鍵になると思うので、うまーくね、倒していきたいところですね。ただ駆逐艦足が速いので遠くから撃ってもなかなか魚雷が当たらないっていうのが一つあります。ただ一方で駆逐艦は爆雷を投下してきて潜水艦を沈めてくるので近づけすぎても危険というのがあるので、そのバランスですよね、これはしっかり見ながらですねできるだけ潜水艦の損害が出ないように気をつけましょう。では魚雷を打ち込んでいきます。5連装のものをまず打っていくので、ヒット率は高いと思いますね。ただ、弾数がやっぱり少ない部分があるので、命中率以上にですね弾数は温存したいと思います。敵の水上部隊は全部壊滅させました。2日目の夜に、これをね攻略していこうと思いますので部隊を動かしていきましょう。さあ夜に紛れてまずは、一番マップの下側にある飛行場に陸戦隊が近づいてきています。これうまくね上陸させていければいいかなというところですね。一方上側の飛行場にもね陸戦隊徐々に忍び寄ってます。少しタイミングが遅れてるかなとは思うんですけども、うまく緩まってもらえればなというところですかね。では陸戦隊上陸できるものから上陸していきましょう。揚陸艦の陸戦艇は第8って読むんですかね、ちょっと勉強不足のところもあって申し訳ないんですけど、さあ陸戦隊まず3つ出ました。残り3つも順次出していきたいと思います。陸戦隊3つがもうこんだけしか削れてないのに撃破か、これちょっと方針変えた方がいいな。もう一個飛行場をねやっぱり残してしまうっていうのが、両方とも残してしまうっていうのが一番やっちゃいけないので、ちょっと一つの飛行場に12隻の陸戦隊か、結構使わせられんな。ちょっと陸戦隊が不甲斐なさすぎるな。とはいえもう撃破されてしまった陸戦隊のことを悔やんでもしょうがないので、ちょっと残りうまく陸戦隊で頑張ってもらいましょう。そうかこうなるかっていう感じがするな。ちょっとこれはやり直しさせてください。陸戦隊が不甲斐なさすぎましたね。ちょっと時間戻していきます。さあ戻ってきました。ドーバー海峡にね、潜水艦をたんまり埋め込んだわけなんですけども、こっからなんとかですね敵の2つの基地、これのね攻略を行っていきたいと思っています。6隻の揚陸艦で攻略に失敗するっていうケース、確かにあるんですけども、確率で言えばそんなに多くない確率なので、ちょっともう一回6隻ずつに分けてですね攻略するっていう作戦をもう一度試したいと思います。
不甲斐ない時は本当に不甲斐ないんですけど、強い時は強いんで、ちょっと強い時のパターンになることを信じていきたいというところですかね。今回はタイミング的には2つの飛行場に同時に、陸戦隊を送り込めるタイミングっていうのをね、しっかり計算しましたので、ちょうどね、同じぐらいのタイミングで飛行場に到着できるかなと思います。その分オペレーションが忙しくなるんですけども、まあ時間をしっかり止めてでもね、オペレーションやりきりましょう。では陸戦隊を送り込んでいきます。2つの飛行場に同時に陸戦隊をしっかりとね、送り込んでいって、なんとか攻略できるように、あとは神のみぞ知るというところでしょうか。こっちは2つ陸戦隊出ましたかね。陸戦隊出たところから撤退していきます。下の方も陸戦隊2つ出ましたね。なんとか2つうまくね、やってもらいましょう。陸戦隊上は全部出切りましたので全艦撤退。下の方はまだ残っているところあるので陸戦隊しっかり送り込んでから撤退してもらいましょう。全部出ました。これで撤退します。あとは運に任せる。まず上の飛行場から見ておきましょう。どうだ。よし、上の飛行場は破壊が終わった。下は陸戦隊が頑張ってくれるかどうかですね。うまく陸戦隊が、残念ながら陸戦隊が、4分の1残しぐらいですかね。3つある飛行場のうち2つ破壊完了、1つが4分の1残しなので次のターンに持ち越しという形になると思うんですけども、次のターンでしっかり仕留めていきましょう。さあ、ドーバー海峡攻略戦なんですけども、ちょっと運が悪いことにですね、イギリス軍の防衛艦隊が潜水艦になってしまいましたね。潜水艦に対して我々は攻撃する術を持たないので、ちょっと弱ったなあというところですかね。飛行場一つ目ちょっと半分、4分の1ぐらいですかね、復活してますね。でもう一つ、前回4分の1まで削った飛行場は4分の3ぐらいまで回復してます。まあ、まずはとはいえですね、各艦隊で、索敵行わせましょう。敵の潜水艦がどこにいるかわからない状況の中で出撃するのはやっぱり不安が大きいので、では敵の飛行場、まあ、破壊済みだったところ回復されてしまっているところですね。これはまず確実に破壊をして部隊は撤退させていきたいと思います。そしてもう一つ残っているこちらの飛行場ですね、ここまでたどり着けるかどうかというのが一番心配ですね。敵の潜水艦が待ち伏せしていると思われるので、案の定敵の潜水艦に見つかったな。困ったな。これやっぱり前回のターンで攻略しきらないと厳しかったのかな。またちょっとやり直しかもしれないですね。敵の潜水艦がもう8隻いたはずなので、8隻に詰められるとちょっとどこまで残れるか微妙ですよね。さらに敵の爆撃も受けて残り3隻まで減ったか。3隻で4分の3削れるかどうかですね。なんとかね削りたいところですけどね。ちょっとトライだけしてみましょう、せっかくなんで。削りきれましたね。これであれば多分攻略できるんじゃないかなと思います。あとはうまく揚陸艦がちょっとでも多く残ってくれればいいなってところですかね。いや、潜水艦いられると本当に厳しいですね。はい、ドーバー海峡取りましたね。潜水艦は残っていても敵の基地攻略すれば勝利になりますので、まあ、そういう形で今回勝利になっています。ただ揚陸艦を相当数失いました。
ただ本当にこれだったらもうこの戦争勝利なんですけどね。イギリスを取ったことによって、まあただ宋が、問屋が殺さないということで、まあドーバー海峡を取ったものの戦いはまだまだ続くというところですね。さあ、あとはですね、イタリア軍、イタリア海軍を救出するためにこの後はスペインからジブラルタル海峡を通って地中海に侵入できる経路、これをね確保していきたいというふうに思いますので、ちょっとそういう動きを、していきたいと思います。今回はじゃあ一旦ここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きを頑張っていきたいと思います。